5月15日、自民党の二階俊博元幹事長85、85の三男で公設第一秘書の新公子、46が次期衆院選で新和歌山2区から立候補する意向を固めたことが明らかになった。5月17日に地元の和歌山県田辺市で記者会見を開いて表明するという。二階氏といえば、裏金問題で二階氏個人の付き額は 党内最多の3526万円。二階医師の秘書は政治資金収支報告書に記載せず、寄付の合計額を虚偽記入したとして略式起訴され、罰金100万円と公民権停止3年が先月確定している。また、二階医師は幹事長時代に党から政策活動費として5年間で50億円を受け取っているが、その使い道についてはいまだに、 明確な説明がなされていない二階氏は3月25日党本部で記者会見を開き政治不信を招いた責任から次の衆議院選挙に立候補しないと表明していますが実際のところは息子に地盤を世襲するための出来レースと見られています不出馬を理由に党から何の処分も受けていない上に責任も果たさずに あからさまなな世世襲となれば世間のの不況を買ううは当然でしょう政治部記者二階氏は今回新和歌山2区に編入される3区で立候補してきたが当時から二階王国とされるほどの強固な支持基盤を持つ世襲議員に対する風当たりも強い昨今裏金問題を意に関せず出馬を決めたような態度にネット上では嫌悪感が噴出した 50億の脱税発覚で辞職するから、せがれが、出馬って、こんなバカな話あるかよ。すごい鈍感力。親子ともも何があろうと投票してもらえると思っている。ある意味和歌山の人たちバカにされてるよ。早く気づこう。結局、不出馬しても何も変わらないのではないか。出馬はしないというのは一つのけじめとして良いとは思うが、 結局、正解への未練が消えてないのがわかる。二階さんにはまだまだ説明の責任など果たすべきものは、たくさんあり、疑問が残るままなのに、息子に継承させるさせようとしてるのが、違和感。政党支部引き継げば、相続税もかからない。裏金丸々だな。自民党は腐り切っているだから、恥ずかしげもなくこんなのが出てくる、出るんなら。 親父の50億の使い道をきちんと喋るのがまともな国民への筋だろ。以下は視聴者からのコメントです。常識的に考えたら絶対に当選させてはいけない債務欲と言うべき候補です。日本全国レベルで圧倒的にそう思われてるはずなのにそういう人物が当選を繰り返せる仕組みはやはりすごい。欠陥制度には違いありません。 純粋に考えても、市会議員や県会議員というだけならそれぞれの市や、県の単位の中だけでその人物が好かれるか、嫌われるかだけで決まればいいけど、日本全体のための国会議員となってるのに、その地元からだけ推挙される一方で、他の46都道府県からは、圧倒的多数の拒否反応を示されてても無視してて、大丈夫みたいなのはどうしても、不健全にしか思えません。 だから地元さえ見てれば国や国家予算にどんな甚大な悪影響を与えても大したリスクにならずに済むというのが多発するのは当然の結果だと思います。世襲してもいいので地盤を引き継ぐのは止めましょう。別の選挙区で出るように制限するなどが必要なのでは。民間でも銀行などでは法人担当営業や 支店長は一定期間で異動になり同じ会社との癒着を防止するなどしている国会議員も日本の代表として一部の地域の人間と癒着が起こらないように一期ごとに選挙区を変える法律を作ったらいいそうすれば国会議員も日本中の国民を意識し大切にするようになる